動画撮影の時、外付けマイク。使うと非常に音が良くなります。でも接続するのが面倒。ケーブル作ってしまえば簡単ですね。ただこれ、プラグインパワー対応のカメラだとダメなんですよね。具体的にはソニーはダメ。キャノンのビデオカメラ。あと一眼レフの音声入力だったら大丈夫ですね。マイクもダイナミックマイクのような電源のいらないものでないとダメですね。今回このようなケーブル作りました。こちら、ステレオミニジャック。 反対側に XLR 端子が2つ付いてますねこちらのステレオのマイクに右左それぞれのチャンネル入れれますねでは接続してみましょうまずはステレオミニジャックをカメラのマイクジャックにそしてマイクをつなぎましょうこれで接続できましたね2人で話すときいいですねあと自分で話して周りの音を取るとき楽器演奏の人もいいですね口元と楽器の方に向けるそうすると別々に音が取れますね じゃあこれから実際にこのマイクで録音してみましょう今このマイクで録音してますねこちらで話すと片側ですねこちらで話した内容とこちらで話した内容別々に取れてるんじゃないかなと思います別々に取れてます別々に取れてます別に取れてるということは後で調整することが可能なんですよね隣のゲストの声が小さいその時は隣だけ声を上げることができる楽器演奏して楽器の音が小さい 楽器だけの音を上げることができますね。二人で話すとき、楽器演奏、手元の音を入れたい。このときに役立ちますね。収録するときに、二つのチャンネルで撮ると、あと楽なんですよね。ちょっとしたケーブルを自作するだけで、このような便利なものができてしまいます。ぜひ試してみてください。